佐藤キビ畑越しに見た伊勢那城美細城伊勢ナ村は沖縄県島尻郡に属する村である。沖縄本島ヘドミサキの西約30キロメートルに、位置し有人島の伊勢ナ島及び無人島の奥那覇島、串川島、高賀三島の4島からなる。以下の阿佐一覧はすべての村民が生活している伊勢ナ島のものである。なお、奥那覇島、串川島、 高峰島の三島は、無人島である。琉球国王、第二直しの始祖、直縁の生まれた島として知られ、2015年には、直縁生誕六百周年祭が行われた。沖縄貝塚時代の前半時期の遺跡が多く、特に貝塚時代前半の以前な貝塚からは、縦穴式住居や動器などが見つかっている。また、北側にある、串川島遺跡群では、 大別港が浅外星の腕輪をはめた人骨が県内で初めて発見された。琉球王国においては、伊勢名島及び伊平野島は琉球王島発祥の地として、王府直轄領とされた。この経緯から1896年に、県内において軍制度が施行された際、かつての王府領や、聖域も多い沖縄本島南部と同じ島尻郡に属され、現在に至る。 2008年度決算における実質交際比比率が自治体財政健全化法における早期健全化基準を超過したため翌年度より財政健全化団体となっている人件費削減と船舶運航事業への繰り出し削減などにより総額4600万円を捻出し2011年度までに実質交際比比率が 早期健全化基準を下回ることを目標としている。2015年、新しいフェリーが就航した。施設名の後にある括弧書きはあざなである。村内の郵便番号は905から 06XX である。集配業務は沖縄本島の泣き人村にある泣き人郵便局が行っている。施設名の後にある括弧書きはあざなである。損営フェリー。 ニューイゼナ・ヤガジ島・オキイゼナ村、中田港・中田港と、本部半島の鳴き人村、運転港の間を1日に往復する、村営フェリーが事実上、当該との唯一の交通手段となっている。近接する伊平屋島との定期航路は存在しないが、野保島との間には、北部の内花港から不定期の都線が運航している。伊ゼナ城外離着陸場と沖縄本島など他の、島を結ぶ。 定期航空路線は現存しない。ありがとうございます。